自分は最近なり正しい歴史を長い年月をかけて教えてもらい知り、今まで自分が戦争や自分の祖国に対して一切の興味を示さず何も知らずただ毎日生きてきたことを僕らの祖国を読んでとても恥ずかしく思いました。僕らの祖国っていうのは僕の拙い本です。靖国神社にも参拝しいろんなことを学びました。ですがここからがまあ質問の本題ですね。その一方で知れば知るほど周りの友達や家族との差がどんどん開いていくことに気づきました。それはほぼ誰も私の周りは日本のことについてきちんとまっすぐ真ん中から考えていないからです。ショックなのは政治に詳しいと思っていた父親に南京大虐殺はあったかもしれない、お前は右翼だと言われたり、友達にまた歴史の話してるなどと言われたりすることです。そして高校生の妹の教科書を見せてもらうと、やはりないことが、つまりなかった事実じゃなかったことが書いてあったり、どうもおかしいという点が多々ありました。これが間違った教育の果てなのでしょうか。悔しい悔しい悔しい思いでいっぱいです。どうして愛国心があると変な目で見られ、歴史の話をすれば右翼と言われ、まるで差別のような扱いを受けねばならないのでしょうか。英霊に感謝し今この時代生きていられるのはそういった方々が戦って日本を守ってくれたからではないでしょうか。なぜみんな感謝することすら忘れているのでしょう。そうした人たちを否定するわけではありませんが、日本国民は目を覚ますことが本当に今大事なことなのではないでしょうか。で、そういった人たちに青山さんはどうやって問いかけていきますか、というのがまあ、ご質問なんですが、青山さんや水島先生はもっともっと憤りを抱えていらっしゃるのではないでしょうかとお書きになってますが、まあ、水島社長のことを勝手に言って申し訳ないですが、水島さんも僕もそれはもう突き抜けちゃってますよね。人間ですから突き抜けきれているかどうか分かりませんけれど、これいつも僕言ってますけど、例えばねこの番組たくさんの方が見てくださってて、YouTube でも記録的なヒットになってる回もありますよね。それからこの今パソコンありますけど、僕のあんな地味なブログに多くの人が訪ねてきてくださったり、まあ嫌がらせ訪ねてきてる人も含めてとても数は多い。それからこのお方のメールにある僕らの祖国っていう拙い本も信じがたいことに今18刷りになってずっと読み継がれてますね。でも圧倒的に少数派です。はい、これ謙遜とかそんな話じゃないんですよ。まずはやっぱり謙虚に考えるべきであって、日本が2000数百年の歴史を経て初めて負けた時にどうするかを知らなかったために、勝った相手の言うことは全部聞きましょうということがそもそもあって、そこに GHQ が徹底的に戦略としていわば日本国民の洗脳を行ったわけですね。第二次世界大戦で悪かったのは日本であって、アメリカや連合国はみんな正しかったって、これ普通に考えてそんなことはあるわけないわけですけど、お互いに原因があるから戦争になるんであって、日本だけが正しいってこともありませんが、日本だけが悪いってことも絶対にありません。それなのに、まあ、皆さんご存知のように略して言うとギルティープログラム、要するに日本人がいつまでも自分たちは有罪だと、日本人だけが悪かったんだ有罪だと思うようなプログラムを徹底的に日本に組み込んでいって、その中に日本国憲法もあるわけで、その中に教育委員会制度もあるわけで、その中に敗戦後の教育も全部、メディア対策も全部そこにきれいにパッケージされてるわけですから、そこからまだ69年70年ですよ。でさっき言いました通り、まあ、僕の話は実はすいません、あえて言う、これもあえて言うになっちゃうけど、偏見節句も全部つながりを意識して話してますから、2000数百年の歴史っていうのは単に日本国民としてそれを誇ったんじゃなくて、私たちの歴史は本当に長いんですよ。でその長い歴史で一度も負けたことがなくて、一度も外国に占領されたことがなくて初めて負けたって意味がどんなに大きなショックか、それを回復するのに69年70年でそもそもできると思いますか。そしてそこに徹底的な戦略的なプログラムが勝者のアメリカによって組み込まれていればですね、
まあ、これは基本的に100年かかると、100年以上かかると、うん、虚心坦懐に考えるべきだっていうのが私たちは少数派ですよってことをこの番組を見てくださる方にこそいつも語りかけている最大の理由なんですよ。で、したがって、まあ、差別のような扱いを受けるとお書きになってて、そして悔しい悔しい悔しいって3回書いたんですよね。で、若いですし余計伝わりますよ。僕も悔しくないかと言えればそれは自分の心をえぐってみれば悔しいけれども、しかしそれがまたモチベーションになるじゃないですか。で、この方もお書きになっている通り、そうした人たちを否定するわけじゃないとお書きになっているのは、なんかごまかしてお書きになっているんじゃなくて本心でしょ。その人たちはまた、その人たちっていうのは南京大虐殺ありもしないのにあったと根拠もなく断定する人、あるいは慰安婦は存在したけど従軍慰安婦なんて、存在したことがない、ただの一人もいないということも、何も根拠なく、いや従軍慰安婦はいたんだ、セックスレイブが実際にいたんだ、韓国では最近特に子どもたちにその慰安婦を日本が生き埋めにしたと、もう嘘もここまで来るともうなんていうのか、嘘というよりはなんていうんですかね、もう突拍子もない空想の世界に入り込んで、それを韓国の真っ白な状態のキャンバスのような頭の子供に教えてると、そういうことまで考えればそれは悔しいって気持ちは当然ありますけれども、私たちの根幹として、自分のそれぞれの持ち場で、それぞれのささやかな小さな力であっても努力していく以外に突破していく道はありません。誰かに頼むこともできないし、マジックのような方法があるわけでもありません。したがってこの24歳の玉子さんが、これ実はあなたのやってることはすごく正しいんですよ。まずはお父さんと話し、まずは家族に話し、まずは学校の友達に話し、ね、それを全然しないで、ネットだけに書き込む人の方がおそらくは多いんですよ。それはそうです。その徹底したプログラムでお父さんもお母さんも育ってこられたんですよ。お父さん政治に詳しいってことですが、詳しければ詳しいほど余計刷り込まれてる面もあるわけです。自分の身近なところで、壁にぶつかりながらも一生懸命自分がこうじゃないかと思ったことを話される、そのことを、これは僕からのお願いでもあるんですけれども、辛くても少しずつ、無理をする必要は、無理をしすぎる必要はありません。少しずつでも、まあ、嫌われない程度にって言葉はよくないけれども、しょっちゅうぶつかる必要はありません。そうはなさらないで、でも少しずつでも続けていっていただく。で、そうするとおそらくあなたの理解者も間もなく現れます。本当はこの質問を出した後にもう現れてるかもしれませんね。そして、その味方が一人増えたら、それが例えば友達であったり、あるいは、ミクシーならミクシー、そういう、ソーシャルネットワークサービスでつながってる人でもいいじゃないですか。それから場合によってはその人が伴侶になるかもしれない。で、そうやってその身近に話しかけていけばいくほど身近にやがては味方も生まれるんですよ。それを避けていて、その安全なところだけ語りかけていたら、実は身近な味方っていうのは永遠に生まれない。だからあなたの受けたひどい扱いっていうのは決してネガティブなことだけではなくて、すごくポジティブな肯定面を大変豊かに持っていることだっていうのをもう一度辛くても思い直してください。もう一度申しますが、再び申しますが、少しずつでいいから、そんなに無理のない範囲でいいから身近に語りかけることを続けてください。そうしたらいずれ必ず身近に味方が生まれます。そうすると少数派であってもあなたの横に一人生まれるってことは、やがてそれが上数効果のようにっていうか、ね、売買ゲームより上数っていうのはこう難上になるっていうのはすごいことですけど、とはいかないんですよ。実はそうはいかなくて、砂の一粒一粒が増えるように広がっていく。でもそれが王道です。私たちが敗戦の日本をやり直す上で王道が一番大事だと思います。あなたのご質問はそういう意味でとても貴重なものですから、めげないで、たゆまず少しずつ続けてください。